信太郎といいます。自由が丘クリニックの責任者をやっております。私もともと北里大学の形成外科というところでずっと教職をしてましたけれども、美容外科ということだとおそらく日本で最初の講師だと思います。ずっと大学でやっておりましたけど自由が丘で開業しまして現在27年目に入っております。自由が丘というのは皆さんご存知かもしれませんが大変夢のある文化人とか、有名な女優さんとか、さまざまな有名な方が住んでる、スイーツとか、大変、特徴のある町で、クリニックをやっております。住宅街です。皆さん患者さん私もこの町で暮らしておりますので一番重要なことは安全性とそれからナチュラルルッキングナチュラルに綺麗になってもらうというのが一番テーマにしております。この安全性というものとかナチュラルじゃない結果が悪かったりすると私もこの町で生きていけなくなっちゃいますので、まあ、そういうクリニックをスタートして27年目が経った人間でございます。よろしくお願いします。僕は昔はずっと外科をやってましたけれども、5年ほど前からノンサージェリーいろんな治療の組み合わせ、に切り替えました。その理由はこれだけ老化のメカニズムが分かってきたので、いわゆる老化した人を単にそれを元に戻すんじゃなくてさらにナチュラルにきれいにするという治療に大変興味を持って、そのためにはむしろ手術よりは、ヒアロン酸とかボトックスとか糸とかレーサーそういうものを組み合わせの方がおそらくその人のポテンシャルを出すのではなかろうかということを確信を持ちましてノンサージェリーに移ってまいりました。ですから私のもし得意私の得意なところはノンサージェリーの組み合わせによるその人の美しさを最大限に引き出す治療ということになろうかと思います。糸の素材は PLA いわゆるポリ乳酸で大体1年半前後で、まあ、吸収はされますけど、まあ、それでコラーゲンが増えるとは言われております。で全体的に言うとうちの糸の特徴は単にその糸だけではなくて糸と再生医療とのコンビネーションいわゆる幹細胞醸成を組み合わせで使ったりまた全体的な美しさを出すためにヒアロン酸やボトックスと糸と再生医療の組み合わせそういうものいろんな技を使いながらその人の美しさを出すということを考えております。で安全性の面で吸収されない糸は使っておりません。やはり吸収されるということがむしろ重要なので、ポリ乳酸、それを中心とした糸を使っております。もともとのブランディングの設定とそれから入れる層とそれからその量の問題になっております。顎というのはこれ3次元的に考えないとダメなんですね。でどういう方向に横のプロファイル横顔というのはこの綺麗な曲線とエステティックラインその3次元的にすごく考える必要がありますけれどもそこの量が多すぎたり入れる位置それはどこを先端に持ってくるかそれは3種類あるんですね。上の位置真ん中の位置下の位置下に伸ばすのか斜めに伸ばすのかそういう入れる位置が適正で入れる量が適正だったらそんなに広がったり形が悪くなったりするという心配はいらないというふうに思っております。全体的に言うと先ほどから私が考えているのはノンサージリーの組み合わせですよね。それによって各武器というのはこの効能が違うわけです。ボトックスにせよヒアロン酸にせよ糸にせよ再生医療にせよその組み合わせの長所短所というのが一番分かっていると思います。日本の中でも、その組み合わせによってどうやってその人の美しさを引き出すか単にシワを取るとかたるみを取るっていうことではなくてその人が持っているポテンシャル可能性をどれだけナチュラルに美しさを引き出すかということが一番僕が得意なところだと思っています。でそのためには美の基準というのが必要なんですけれどもこれは僕の恩師から今から35年前にテーマを出されたんですけど美の基準とは何ぞや
どういう人が一番その人にとって一番重要かっていうことで、それでゴール、私の今のところのゴールはバランス、それから3ラインズ、ワントライアングル、この3つが美の基準だと思っております。ですからその美の基準をゴールにしながら、今のエイジングの顔をどうやってその手法を使って組み立てるかというのが私のやっぱりオリジナルです。じゃあそのどういうバランスかというと、この顔のバランスですね。3ラインとはどういうラインかというと、フェイスライン、それから綺麗な曲線 OG ライン、それからエステティックライン、この3つのライン、それからさらにセントラルトライアングル、ブライトセンターの中のセントラルトライアングル、目鼻口に起こるセントラルトライアングル、それをいかに綺麗にし、若返らせながら綺麗にしていくかというのが、ノンサージリスしていくかというのが僕のテーマですし、それが一番得意なところです。顔というのは年を取ってくるとセントラルトライアングルがこれ緩んできます。目はちっちゃくなって、鼻は横に広がって、唇は薄くなってくると、こういう形でセントラルトライアングルが緩んで、それからフェイスラインも若い頃は綺麗だったハートシェイプとフェイス、オーバルフェイスがだんだん崩れてきて広がったり緩んだりしてまいります。ですからそれをゴールを決めて、現状を診察して、どうやってどういう手法を使って美しさを出していくか、それはむしろ手術よりもその組み合わせの方が凹凸も出るし、引き上げもできるし、硬くなった筋肉もリラックスさせられるし、美しさが出るということによって、ノンサージリーの方がある意味手術よりも簡単でもあるし、効果も出るという方法だというふうに思っております。基本的に言うと、うちで使っているのは2年半ぐらい持つものを使っています、ですけれども、大体1年に1回ぐらいちょっと補充を兼ねて来ていただければ、同じ状態が保てると。だから海外の方でも1年に1回ぐらい顔を見せてもらうということができると、ずっと同じ状態でいられるということをというふうに考えています。結局老化っていうのはある意味慢性進行性疾患なんですね。で、最近は老化は病気だという概念も出てきてるんです。で、それで考えると慢性でしかも進行性ですよね。そうするとちゃんとプランニングをしながら継続していってナチュラルに安全にやっていくというのが、その人の人生を幸せにするかどうかですよね。僕らがやることってやっぱりその人の人生にプラスになることをやらなきゃ意味がないんで、ですからうちはほぼメンバー制にしてるというのは、長く一人一人の患者さんと付き合っていくということですよね。ですからみんな長いです。このうちの患者さんってみんな長いで、最後日本で記憶に残ってるというのは、90歳を超えた方で亡くなる直前に来られた方もいらっしゃいます。で、多分僕にしてみると挨拶にわざわざ来てくれたんだろうなというふうに思ってるんですけど、ただその方が亡くなった後ご家族から手紙をもらったんですけどね、お母さんが何であれにちゃんと自由が丘クリニックに通ってたのがよく分かったと、お母さん死に顔まで綺麗だったと、で、そういう意味で言うとちゃんと通って自分がずっと綺麗なまんま人生を終わりたいと。で、高齢者になればなるほどお手紙をいただきますね。私を綺麗で綺麗な人生を送らせてありがとうとかね、そういうのをってたくさんいただくんですよ。だからそういう長く付き合った患者さんというのはみんな僕の中では印象に残ってるし、それは海外の方もみんな、いわばベストドクターとかいろんな意味でお礼状をもらったりとか、海外からこう来たりとか、逆にこう自分の町に旅行に来たら寄ってくれとかね、そういう交流があるのが一番嬉しいですよね。それはうちのクリニック の, 流れ作業じゃない特徴だと思っています。安全なことをやります。それからナチュラルでやります。それから喜んでもらうことをやります。で、この地元の人との治療、これだけ文化的な町ですごく評価されてると思ってるんですけど、これだけのメンバーが増えてるというのは、それと全く同じことをやらさせてもらいます。それで海外の人とも長く
うちに1回でも来た人はみんなだんだんリピーターの人どんどん増えてます。今中国から来てる方で、それはとっても嬉しいことで、みんなうちのスタッフもお帰りなさいって言葉で迎えてますから、だからそういう面でいうと患者さんと長い付き合いをしたい。でその人の、僕らもずっとこれからどんどん勉強していくし、技術も切磋琢磨して伸ばしていきますから、中国の人に対してもいいことをやっていきたいと思うし喜ばれることをやっていきたいと思いますから、長い付き合いをぜひしていって、でその代わりちゃんと責任を持ってやっていきますから、まあ、そういう思いでやってますので、ぜひそういうのを感じ取ってきていただければなというふうに思っています。ありがとうございました。